江町で今いちご農家をやっている吉田美和です。最初その農業を知ったきっかけは酪農だったんですね。その酪農をできる学校に行こうと思ってその農業学校に行ったんですけれども、現実はそう甘くなくて、で仕事の大変さに私が結構屈折しちゃって果物の方にちょっと興味があったので携わりたいなっていうことで、果物のやってるところないかなっていうので探してて、自分の中でやったことがない仕事に就きたかったっていうのがきっかけですかね。やっぱ自分がその最初から苗の状態で定食したやつが実がなってくるって、それをそのお客さんにこう販売して、お客さんからこのいちご美味しいからってお取り寄せしてほしいとか、また食べたいっていうふうに言ってもらえるのがやっぱり自分の中でのやりがいなのかなっていうふうに思いますね。きっかけはもう完全に母ですね。その母がその復興の役に立ちたいっていうことで、いろいろそのご縁があって浪江町を知って、お母さんと一緒に浪江町を回ったんですけれども、町民さんとこう話してみると皆さんすごいもうアットホームというか温かいなっていうふうに思ったのが、浪江町でじゃあちょっと就職探そうかなって思ったのが理由ですかね。あとはやっぱりその気候がとてもいいなって思って、農業もすごいしやすいですし、埼玉に住んでた時と比べると確かにお店の量は少ないんですけど、不便って感じたことはあんまりないですね。とても住みやすい街だなっていうふうに思いますね冬は今みたいにイチゴやってて、で夏はそのブドウを中心にやるっていう感じで、まあブドウが始まるのが5月からだいたい11月とか12月までのブドウの作業があって、いちごは11月12月から始まって5月ぐらいまでその作業があるっていう感じですね。午前中は作業して、午後からは収穫してパック詰めして、次の翌朝に道の駅とかに出荷するっていうのが基本的な流れですね。一応その土日とかはお休みをいただいてて、やっぱりお休みをいただけるっていうのはここのハウスが自動で換水してくれて、温度設定してその温度に沿ってハウス開け閉めをしてくれるっていうのが、それがその私が休める要因なのかなっていうふうに思いますね。そのいちごの売り方だったりとか少し変えてみたいなっていうふうに思って、で加工したものとかを売れたらいいなっていう風な、まあ、そういう目標がありますね。浪江町は天候も良くて人もいいので、ここで収納を考えてみてもいいんじゃないかなって思います